はい、こんばんは。もうね、そろそろ夜です。はい、責務ケースナル検定の直前確認、はい、第5回目です。で、今回から第2章に入ります。で、今まではね、具体的な関数、まあ、今まで皆さんが知っている初等関数というやつですねに関して、まあ、積分したらどうなるかっていうのをパパッと見てきましたね。類乗やって、三角関数やって、指数関数やって、対数関数みたいな感じでやってきました。で、今回からは、まあ、それらの、まあ、一回話を置いといて、まあ、積分の計算技術ですね、計算技術について見ていきたいと、まあ、技術と言ってますが、要するに、まあ、普遍的に成り立つ、積分に関する公式をね、いろいろやっていきたいなと思います。で、一番最初に、この線形性っていうのを今回やっていきたいなと思いますね。はい。で、線形性っていうのは、線形性って言うんですと覚えてください。あ、覚えなくていいです。どうでもいいですね。そう、なんか名前をつけようとしたんですよ、この法則にね。でもなんかいい名前が思い浮かばなくて、苦肉の策なんでね、気にしなくていいです。はい。で、線形性って何なのかっていうと、要するに、もう書きます、書きますが、なんか関数 fx gx っていうのを考えましょう。はい、これ関数出します。これ関数ね。はい、まあなんか f の次はよく g 使ったりしますね。まあアルファベット順ですね。はい、に対して、はい、例えばインテグラルの、まあ、カッコ先に書いて、和ですね、 fx と gx の和を考えたいと。 fx プラス gx っていうものの和を考えたい、この dx、まあ、これ積分しようぜってなった時にどうしますかっていうことですね。はい、どうしますか。で、まあ、これは多分皆さん直感で分かると思うんですけど、ね、これどうしたらいいかっていうと、ちょっとね、右側にスペースがない、うん、辛いね。ちょっと書き直していいですか。すみませんね、どうしても1行かかってないんですよ。はい、インテグラルの fx gx、 はい、これね、和の積分っていうのはどうなるかっていうと、これはちょっともうなんかすごい持ちにくい、これインテグラルの fx dx とインテグラルの gx dx というふうに分けて書くことができます。これがまあ顕著な性質です。うん、まあそんな感じしますよね。ね、なんか分配法則しちゃってますみたいなね、 dx 分配しちゃってますみたいな感じで、まあ、直感的にもね、まあ、皆さんこんな不思議には思わないと思いますね。あともう一点だけね、あともう一点だけ、ある何でしょうかな、 c にしましょう。 c ね、小文字の c、ある実数ね、これある実数です、まあ、c っていうなんか実数をって言います。何でもいいですね、1でも2でもルート3でもね、3分の2でも何でもいいです。なんか好きな数取ってきて、ちょっとなんか C 倍されちゃったっていうね、 C 倍されちゃったわっていう、このなんか関数をなんか定数倍されちゃった、こういうものを積分するとどうなるかという話なんですけども、これはどうなるかというと、実はこの C が前に出ちゃっていいんですよ。はい、つまり C インテグラル fx dx こうなります。はい、これなんかもね、皆さん知ってるぜってなると思うんですけど、実は前回の授業とかこれ案に使っちゃってますからね。しますよ。ログの時とかにね、これなんかログ A 分の1っていうのを密かに前に出してましたけど、それはこの線形性の性質を使っています。はい、で、まあ、この2つの、合わせて書くことができて、もうこの、別にどうでもいいんだけど、同時にね、書くことができて、じゃあまあなんか、例えば、まあ、A と B とね、2つこう実数取っておくと、この2つの性質合わせて、まあ、線形性っていうんですけども、合わせて、入らねえな、これ絶対入んないわ、もう。ちょっとね、縦長に書きます。A 倍の fx 足す B 倍の gx ね。両方に係数かかっちゃった場合ね。っていうのがどうなるかっていうと、2行目いきますね。A 倍のインテグラル fx dx っていうのと、b 倍のインテグラル gx dx と、まあ、こういうふうにいきますよと。はい、いうことです。これはもちろん必要だし十分だから同時なんだけども、この2条件があればなりますね。まあそんな深入りする必要ないんだけど、要するにまあこの1個だけで実は言えてるんだけど、定数倍はもちろん出してもいいし、和っていうのはもちろん分配していいということを覚えてください。で、こういう性質を線形性って言います。例えば、
まあ不快しなくていいですよ。もうこういうの先見性ということを知っとくと、まあ、大学入ってこういう話をするので得かもしれないと、はい、いうことです。で、なんか具体的なね、あの関数でやりたいですよね。なんか FX とか GX とか言われてなんかこんがらがっちゃうって人もいると思うので、次回ね、ちょっと具体的な例でやっていきたいなと思いますので、まあ、こんな風に分配法則できて、定数を前に出せるんだってことだけ覚えておいてください。はい、そしたら今回はお疲れ様でした。